はい、それではですね、最悪なことが起こりました。獅子猿を倒した後で、不思議りっていうのを取ってなかったので、そこに行って、見る猿、見る猿、聞く猿、言う猿っていうボスを倒した後に、この不思議りっていう刀を使って、獅子猿を、もう一度不思議でやっつけるっていう画像を撮ったんですけど、今回ちょっと初めて PS4 で画像を撮ったので、それがうまいこと2回間違って押してしまって、そのデータ消えてしまったので、申し訳ないですけど、それ画像撮れなかったです。申し訳ないです。とりあえずはこれで一応不思議、一応この義賊っていう技も獲得して、で決闘の術っていう地で、距離がちょっと遠くなるっていう技も習得しましたので、次にまた行きたいと思います。で、武者ですね、武者がいたので、あいつをちょっとやっつけに行きたいかなと。どこでしたかね、こちらに、ねぐら、三浦村の水車小屋、そういうところが奈落の外にある、ここかな、水車小屋の先に強い弁慶みたいな敵がいたと思うんで、それをちょっと攻略したいなと思います。三浦村、こっちか、こっちか。もっと先になかったですかね。ここに、おりんちゃんがいたとこですね、ここね。で、誰だ、こいつ。なんか白いの出てきた。こんなやつ初めてだ。お、マジか。なんだ、あいつ。こんなやついた？とりあえず。やべ、やばい、意外に強い。何？あやつ。やばい、意外に強い。こんな敵、あれかわせなかった。意外に強いな。ちょっと、ここ、何こいつ。やばい、見切れなかった。これだけ？ちょっと、もう一回戻ります。こいつのせいでだいぶ氷弾使っちゃいました。まだ出てくるのかな？雑魚キャラなのか。意外に強かった。まだできない。こいつ、こいつあるな。ちょっとまだある。ただの雑魚キャラか。雑魚キャラにしては、どこだ。あそこに行くみたい。何、こんなやついった。あれ、どっから動いたかな。
おい助けてー、なんで登れなくなったよ。これどこだ、どこですか、これは。よし、あれどこだ、ここあの敵がいる、要塞に、あ、ここか。ですよね、この敵だね。ほい。さあこいつを。やべ、なんだ。やべ。やべ、これあれはなんだ。はい。とりあえず爆死ね。
やばい。やばいよ、やばい、逃げろ。崩れないな、おいしい。使いましょうかね。ちょっといい感じではなってると思うんで、ただやっぱ体幹が強いですね、なかなか。よし、いきます。ここで飴を使ってよし、いきたいと思います。で、ここでバクチッと鳴らして、やばいやばいやばい、
あーこれジャンプ、ジャンプとミッ、ジャンプとあれがまだダメですね。よし、ジャンプ近すぎた、あれ？ジャンプ、よっしゃ、行きたいと思います。
はい、行きまーす。死んでますね。半分ぐらい流しましたね。とりあえずあとはもう実力で。はい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 。ああ、やばいやばい。うわあ、あと握り牌が、握り牌がありますね。握り牌は2杯がないんだ。
った。水星の呼吸術、水星の息と呼ばれ、水中で呼吸する秘術、水中に潜ることができるようになる錠剤効果、水星の はい、とりあえず雷竜太は見えられた。やりました。とりあえず強敵をやっつけました。ここで休息。攻撃力も、あ、戦いの記憶、これも攻撃力上げれますね。だいぶ攻撃力も上がってます。よし、はい、これで現時点、現時点攻め力が8まで上がりましたね。つづざまがあと2つあればいい感じですね。よし、ここは何があるでしょうか。何でしょうか、ここは。なんかありますね。これが、親鳥石。身分村の奥の祭壇に祀られている石。源の水を長く飲んでいた者は、体の内に石が宿ることがある。親鳥は吉兆ぞ。かぐわしく、なんていう名に入れ、この石は港の火器を生む王の材料の一つ、不死出しのために巫女が求めるものだと。ああ、これで多分ストーリーが進むんですかね。おお、なんかないですか。ないですね。長いですかね、とりあえず。長いですね、調べる。うん、